あさって、くらまちゃんがの見学に来られる方がいらっしゃいます。チロニちゃんは自分が子宮蓄膿症になって死ぬ思いをしたところに痛い思いをして、その時にそばにいた赤ん坊が現在サスケの福ちゃんとこのクラマちゃん、お腹をすごく痛めた時の赤ちゃんだけに、チロニちゃんにとっては我が子も同然のような勘違いをしてる。だからこの子が可愛い、なんだ可愛い可愛い言うてもらってんねんから、あっち行くあっち行く言わんの。ほらおばあちゃんが、 おばあちゃんがな、あんたの親のつもりでな、ペロ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 してるやろ。あんたのこと可愛いんよ、あんたのこと可愛いんよ。あんた最近おばあちゃんを枕にするしかせえへんからな。もちろん、はい、はい、わかった。